はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。いつもと違う角度から失礼いたしますが、一刻も早くさ、Xガッチャリバーでちょっと遊びたくって。まず今日出たのが、レジェンドのソフビーも、デラックス系のなりきりおもちゃに先駆けて、ソフビー発売して、ブレイザーの強化形態来ましたね。ファードランアーマー。で、この姿になるための、炎流怪獣デラックスファードランも発売して、ほんとついにの超特別なブレイザーストーン。で、この怪獣自体が変形して、チルソナイトソードと合体することで、チルソファードランサー。でもランサーと言いながらもいろんな必殺持ってますね。そしてブレイザーストーンの07、セブンガーとかいるんすよね。めっちゃ可愛いんだけど。ファードランアーマーのウルトラアクションシリーズも3080円が2490円で買いました。ブレイザーのウルトラエッグ。これはいつもの形状のエッグだね。あとはついさっきね、ファンタジーレイズバックルも到着しましたので、これもすぐレビューするとして、プレ版のやつね。何はなくとも、エクスガッチャリバーですよ。これが、5720円が4560円で、明日登場するガッチャードの強化アイテムで、初期パワーアップなのに、この豪華な見た目よ。しかもこの武器がバックル型に変形することで、ガッチャードライバーの上側のジョイントと赤外線送受信して、レベル10となんか連動するっていう噂だけど、どうなんだろう。そして、キャンペーン限定の UFOX と、映画限定フォームっぽいスターガッチャードっていう、レベル10がね、全身にひっついてる。画像だけ公開されてたレベル10アッセンブル、そのカードも入っております。このカード自体は先着限定ですから、こっちを買うかベルトを買うと先着でもらえるようです。ちなみにインターネットとかでも買っても特典付きって書いてあればもらえますね。で、これには X レックスっていうまた新たなライドケミトレカが入りつつ、これか、あ、意外とコンパクト。なんか最近さ、武器も巨大化のイットみたいなところがあるから、デラックス玩具も。あ、これはバックルに変形ありてだから、だいぶコンパクトだね。例えば同じような剣形状の、ほら、バルバラッシャーと比べても、この細さって感じ。で、これがさ、これ電池は、え？どこがどう変形するのかが、発売前から全くわからず、カードもこれどこから装填すんの？ここか。まず変形しよう。え？ボタンが、変形がそもそもわかんない。ロック解除どこだ？ここか？え？ここか？どこ？ああ！あった。まずこの剣から、ここロック解除だ。で、変形する。え？待って。ロックしないが。ロックしないが。この明らかなカードスロットを変形させる必要があるのか。あー、いた。ここだ。ここでロック解除。で、え、合ってるよね。いったね。で、ここに赤外線送受信があり、からの変形でいいのか。ああ、ロックした。からの、君はどこで変形するんだい？ここか。ここがボタンになってる。で、変形して、バックル状態だ。結局、カードは、これ電池別だ。カードは、ここだな。でも、ここ X になってるから、クリアパーツのこの模様が。要は、こうからの、こうってことでしょ？で、この向きか。おお、ついにここにレベル10の絵柄とバッチリ合うようなアイテムが来ましたと。ああ、そういうことね。これでじゃあ、やっぱ顔としてガッチャードライバーでそのままはめないわけだ。でもレベル10はなんだかんだやっぱミナト先生が使うかと思ったから、ガッチャーとか使うのちょっと意外だな。ちょっと電池入れよう。はい、電池入れた。電源オン。え、これで認識どう？認識すんの？あ、逆？こっち？あ、ん？認識するわけじゃない。リグシオンとか言ってくんないの？あ、どうなんだろう。ホッパー1って言った。
ゼグドラシルとか。これめちゃまたあれじゃん。読み込みまくるアイテム。有能なやつ来たわ。うわぁ、すげぇ。ちょっとベルトに、じゃあ、変形は分かったから、ベルトに、あ、そのまんまあれなんだ。スチームホッパーの状態から、要は、顔ないじゃんと思ったのよ。この状態でセットしたとて、おクロスオン待て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 始まったなんか始まったちょ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 もうここがようもやっぱハマるわけよ。そういうこと。全然別のドライバーになった。コマンドフォーム的な立ち位置だからね、時期的には。で、ほら、カメラの顔がないから、これ普通にチームホッパーでいいわけだ。で、こうして、で、こうして、こっから、こうってこと？あ、クロスだ。あ、リクシオン。あ、リクシオンスーパーで、これでリクシオン強化ってこと？ああ、なるほど。え、じゃあスーパーガッチャードの場合は、あ、じゃあスーパーガッチャードの場合は、これ使うんだ。そうか。テンフォートレススーパーとか、そういうことね。でもちゃんと、ハイエンドアーティファクトとかさ、え、すごいよ、これ。あ、変形、あの、変身時のこっちの音鳴るじゃん。はぁ。思った以上に、もうなんか、ほぼ中間フォームぐらいの、すごいアイテムな気がする。これは、想像以上にカード連動面白そうだな。てかやっぱこれおもちゃ実際遊んでみないとどういう風に遊ぶか全然わかんなかったな。カード装填は1枚でなんだ。って感じでこれで心スッキリしましたので明日登場しましたら本レビューアップしたいと思います。以上レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。